狭間マ県ゆで太郎は東京都大田区に本社を置く新越食品株式会社と東京都品川区に本社を置く株式会社ゆで太郎システムが関東地方を中心に展開している立ち食いそばチェーン店である創業会社である新越食品とフランチャイズ展開を目的とするゆで太郎システムの2社が同一や合同一サービスで運営している 2019年3月現在、1と1道14県に店舗展開しており、東京都内の店舗以外は、すべてゆで太郎システムと、同社参加の FC が運営する。新越食品社長の水品春夫と、ゆで太郎システム社長の池田智明は、もともとは共に持ち帰り、弁当店、北っ北ほっ亭の FC オーナーであった。 元蕎麦職人だった水神は4店舗まで展開した、ほっかほっか亭の経営を止めて念願だったという、蕎麦店を創業。一方の池田は共同経営者との意見の相違から、FC 経営から独立の後、26歳の時に、ホッカホッカティン総本部に引き抜かれ、最終的には取締役にまで上り詰めた人物である。池田がホッカホッカティンを退職し、 次のビジネスを模索する中で、本部社員と FC オーナーとして、面識のあった水新の店で働かせてもらい、職人店長が一人で店舗を切り盛りする、ゆで太郎のオペレーションに問題点を見出し、職人の技をマニュアル化して FC 展開することを提案。これを水新が了承して、池田は、ホッカホッカ亭時代のノウハウを活かしたマニュアル化、FC 展開を実施し、 本格的に店舗展開が進むこととなる。その一方で、水新は池田と経営ノウハウの統一化は行いながらも、独自に直営店の店舗展開を行ったという経緯もあり、現在も新越食品という出タローシステムとの間に、資本関係はなく、マスターフランチャイズ契約による関係である。一般に都心部への立地の多い立ち食いそば店だが、新越食品では、 本社がある大田区の大森を中心とした周辺区への直営店のみの開発、ゆで太郎システムではゆっくり座って食べることができる店舗コンセプトをベースにロードサイド店舗の開発を進めており、後発ながらも蕎麦業界で明大富士蕎麦、小諸蕎麦を超える出店規模を展開している。最大の特徴として蕎麦の3立てを徹底するため店舗で粉から製麺していることが挙げられる。 また、ゆでたろうシステムの店舗では、ゆで置きをせずに注文後にゆでたてを提供している。そばこ比率は55%。新月食品に関するカテゴリ、ゆでたろうシステムに関するカテゴリ。ありがとうございます。